ニンニクの TV のニンニキチです。クラカでーす。はい。というわけで、はい。ちょっとさっきですね、うん、コンビニに寄ったらですね、はい、なんかすごく気になるものを見つけたんで、うん、ちょっとねレビューしてみようかなというふうに思うんですけれども、これねモンスターから出てる、スーパーフューエルっていう、うん、うん、ものなんですけれども、これねちょっとマッチョ的に見逃せない、うん。飲料でしたので、うん、買ってきてみました、うん、で、何がマッチョ的に見逃せないのか、うん、というとですね、まずこの原材料名を見るとまず一番最初に来てるのがブドウ糖なんですね、うん、加糖ブドウ糖液糖ではなしに、うんうん、ブドウ糖なんですよ、うん、で、このブドウ糖ってまあ、糖尿病の人とかね、あの低血糖を起こした時に、うんうん、ね、ポイッとね、ポイッと口の中に入れるあのブドウ糖なんですけど、うん、すごく吸収が早い糖分なんですね、うん、なんで素早いエネルギーチャージができる、うん、で、その後クエン酸が入ってて、まあ、疲労回復に効果的ですよね、うん、で、さらに BCAA まで入ってると、うん、この BCAA というのはエネルギーになりやすいタンパク質、うんうん、ということで持続力がね増すなんて言われてて、うん、まあ糖分とかをエネルギーに変換しやすいビタミン B 群まで入っていて、うん、かつ、電解質ですね、うん、まあ、お塩も入っていて、うん、ということでトレーニング中に飲むのにすんごいいいんですよ、うんうんうん、でさらにカフェインまで入ってるので、ね、うん、神経の興奮作用、うんうんうん、これ筋トレのために作ったんじゃないかと思うような、うんうんうん、ね飲み物なんですけれども、うん、もうね、もうどう見てもこれ色がブルーハワイ。うん。こっち赤。赤と青があるんで、うん、ちょっとね、飲み比べてみようかなと。そうね、うん。うん、いうことでレビューしていきたいと思います。ね、もう、どうしよう、これ飲んでムキムキになっちゃったら。それはない。やだ。やだ。なんか筋トレとかしたら私もうムキムキになっちゃうじゃないですか。っていう女いるよね。なれるもんならなってみろ、ムキムキに。黒子が毎週どんな気持ちで懸垂してると思ってんだ。ムキムキになってるか。まあそれをぜひねいただきたいと思います。ちょっとそれぞれ開けて、うん、うん、ちょっと匂い嗅いでみよう。なんか特にあんまり匂いらしい匂いしない。ちょっと黒子さんの匂いを嗅いでみて、うん、うん、若干違うのか。若干違うね。なんかこっち、うん、子供の時にもらった水薬の、シロップみたいな、シロップみたいな、ね、匂いがするよ、うん、こっちはね、うん、なんか何度も言えない駄菓子チックな匂いがします。駄菓子屋さん の安い粉の、ね、うん、安いジュースみたいな、うんうんうん、ちょっといただきます。はい、いただきます。あ、薄めたかき氷のシロップだ。うん、うん、あ、でも甘い。うん、人工甘味料が入ってるんですよね、うん、ブドウ糖って実はね、液体に溶かすとね、あんまり味しないんですよ、うん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 、なので人工甘味料の味が甘酸っぱい系の。そうね、うん、うん、ちょっと交換してみますか、うん、なんかビタミンウォーターみたいな味がします、こっちは。なんか駄菓子のスイカ味みたいな、うんうんうん、だからなんかよくある駄菓子の味、うん、うん、あ、でもこれは運動中にあれじゃない、飲む、どうだろうね、うんうん、これちょっとニンニキチにとってはね、うん、人工甘味料が甘すぎるかな、うん、もうちょっと酸っぱいのかななんて思ったけど、うん、筋トレした後に、うん、ぜいぜいハーハーしてる時にこれ飲むのちょっとしんどいかもしれない、うん、何味というわけでもないこの謎のビタミンウォーター感、うん、うん、ほんとなんか駄菓子の味がついたレモン水って感じ。うん、そうね、駄菓子屋さんで買う袋のっていうか、なんかもう最初からプラ容器に入ってる、ああ
ニンニクチュはあれ小さい頃ボンボンジュースって呼んでたんですけど、チューペットみたいなやつ。そう、うん、チューペットみたいなのに入ってる、うん、うん、あ、飲み慣れてくるとそうでもないけど、うん、うん、なんかちょっと酸っぱめのリンゴジュースっぽい、うん、こっち味、うん、リンゴジュースって言われればリンゴジュースの味ですよ。今回は若干がっかりなレビューとなりました、はい、うん、ね、いいでしょう。このお金もらってる感が全くなくて本気で自分たちのお金でいいんですよ、うん、だからこその低評価ということでね、うん、はい、はい、うん、もうこれ案件だったらねベタ褒めしますけどね、うん、ビシー入ってるんですよ、うん、ブドウ玉まで入っちゃってとか言うんですけど、うん、あ、美味しいってのは、ね、うん、そうはいかない、うん、で、まあカフェイン入ってたりとか、うん、うん、いうのもまあ一応プラスポイントでは、うんうんうん、あると思います、うん、はい、というわけで、まあ、気になる方はね、ぜひ買って飲んでみるのもいいんじゃないでしょうか。うん、ね、何言ってんだよ、お前らの舌がバカなんじゃないか、うん、これはめちゃめちゃうまいじゃないか、とか、うん、体作りにめちゃめちゃ持ってこいじゃないか、っていう意見があればね、うん、もうどしどし、うん、書き込んでいただいて、はい、書き込んでいただいた方は、もれなくチャンネル登録をしていただければ、というふうに思いますんで。というわけでね、チャンネル登録するかどうかはお任せいたしますので、はい、ニンニクの TV の動画をもう一歩見ていただければなというふうに思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。次は黒子が懸垂を完全に一発上げるぞ。